はい、どうも、こんにちは。山田玲ジです。今日はですね、えー、久しぶりの美術界。大人気のルネ・マグリットについて徹底的にやります。なぜリンゴなのか。なぜリンゴが顔の前にあるのか。この人の絵になぜみんなやられるのか。なんでこんな静かなのか。で、まあ、このおじさん、実はとんでもない不良だったという。それがなんでこんなことになってったのか、みたいな。 でそういうまあ、えー、こと含めてですね、えー、今日はちょっといろんな、えー、謎に満ちたマグリットの謎を解明しようと思っております豪華ゲストが二人来てますんでよろしくお願いします山田です、ね、アングスタンデルネマグリッド開始スタート生産性のない部活動がいつか誰かのために光るとい,い 前とは違うちで会えた日を思ってる」 ドレジの約3分の時間でございます。皆さんいかがいお過ごしでしょうか <laughs> いやー今日は久しぶりの美術会となっております。はい、よろしくお願いします。いつ,いつぶりだろうだりぶりぐらいかなだりぶりか。結構経ちましたけども。うん、えー、今日はですね、レイジさんがまあもう一人のヒーローと言ってもね、いいんじゃないかと。 何かマグリット、うん、結構微妙ですよあそううなのの <laughs>、はい、言っちゃねでもあの今回いろいろ調べたら <laughs> はい、はい、これいいなこの人っていうふうに思いましたはい、はい、思春期の頃にこれにやられない人いないっていうぐらいのそういう意味でのヒーローですよね皆さんも。 ということで、今日はマグリと語るゲストをお呼びしておりますまずは、えー、なんて言えばいいんでしょうねもうアニメーターかついろんな作品を作ってらっしゃいます加藤オズワルドさんでーすーやったーじゃあおめでとうございますしマグリッみたいなねもうあのまんま影響を受けてるで <laughs> <laughs> 孫ですかそうですか僕の生まれる10年前に亡くなってるんですよはい、はい、あのひ、ー、んおじちゃんぐらいかなじゃないうん、そんなもんから そしてその隣が初登場でございますね。そうですあのゴルパンには入ってらっしゃる。はい、入ってます。はい,はい、入ってます。えそちらでは、まあ、わかる人もいらっしゃると思いますけれども、声優の鏡レイさんです。よろしくお願いします。お邪魔します。声優の鏡レイです。よろしくお願いいたします。いや,いやいやいや、いや隅っこで息してます。隅っこで息してらっしゃいますか。<laughs> すはい、なんでもね、あの声優、声優っていろんな仕事ありますけれども、鏡さんは。 主に大人向けの作品に。ちょっとじゃ見てもらいますか。こんな大人向けのやつで。ちょっと大人すぎるやつがあるんで、ばスさりと怖いんで、ちょっとまあ大人ちょっと隠してますけども、大人の判断で。はい。これなんかもやってますね。そうですね。この子の声を担当させていただいております。はい。はい。ですね。はい。はい。その他にもね、アートが好きだということで、こういうね。 美少女ゲームの声優があっと語ってますねツイッターでちょっと発信していこうと思ってアート好きっていうことをはい今回マグリットやっていただけるってことでそうですねこの距離でめっちゃ準備してらっしゃいますあの忘れっぽいのでちょっと自分用のカンペを用意しないとと思ってああそうなんですかそうなんですなんかねゴルパンのね飲み会の時にねマグリットやりたいねなんつってそれなら私絶対出たいですとあそうなんですねそうなんでそうなんですよその時オズもいてそしたらなんと まあ、まあ、こ,こういう絵を描かれる方なんですがなんとねいろいろとマグリッドだったと <laughs> ほぼほぼ、ま、ぐどの絵も大体マグリッド。<laughs> <laughs> っていうね、はい、で今日ちょっとその辺りじっくりとあの話してもらいたいなといそうですね,すね。14歳の時に食らったものが一生支配するとそれがなんかオズさんにとっての。 僕にとってのマグリットだったんですよ。よそれも後になって気づいたっていう感じです。うんだからめっちゃ似てる絵描いてたんだけど、えそういえばっていう後になってマグリットだったんじゃんって。ただレイさん、はい、ゲスト来てらっしゃいますけども、はい、実ははい、こん中で一番マグリット好きなのはい、あちらに今おやコニーかな？マックボーイ、<laughs> コニー、はい、卒業んじゃないの？<laughs> はい。白石義武として、これからは頑張っていきます。ちょっと何よろしくお願いします。レイさんわかんないから、白石何この人ないボールで、ボールでン張るんだ。この人ないって。そっちなんで。シミちゃん、あの、あれですかマグリとはもう、かなり。僕はもう、本当に昔からの大好物な画家ですね。僕の好きな画家、十傑に入ります、マグリ町。シミちゃんは何でもランキング好きだな <laughs> よろしくお願いします。強力な援軍をね、はいはい、あのー、あとサブカルクス野郎がいるんで、ここに。ああにいや、いこれ、ね、はい、聞いたんですけど、はい、意外と通ってないんですよ。<で>全然通ってない。えー、シミちゃんが百だったら、自分はもう十ぐらいだ。十ぐらい。え。 サブカルクソ野郎かどうかは置いといてそうあんまり通ってないからそうですねき綺麗すぎてあんまガって入っていくタイミングがなかったっていうそうなんですか奥野さんもね大嫌いだって言ってましたからね大嫌い今日はそういう話言ったことないけどねあってレンさんの翻訳フィルターものすごくなってますね本質翻訳しすぎてちょっといやちょっと奥野さんやばいんだよマグリットマジでてマグリットやばいですよで いや薄々やばいやつだなと思ってたんですけどちょっと今回ちょいろいろ調べたら大変ですねこの人ね奇妙ですよねかなり奇妙な奇妙奇妙なんですけどまたしてもロックスターでしただからその「伊佐山はじめロックスター説をずっと言ってましたけど ちょっと待ってよ、このおじさんロックスターじゃないでしょお前なめんなよ、ベルギーをいやいやいや、ダリーとかはそうですよこの方ベルギーの生まれでるもちろん、もちろんベルギーね1898年にベルギーで生まれたやつがあの、どういう目にあってか調べるとわかりましたマグリットができますっていうことをですね、今日はちょっとお話ししたいなと思うんですがその前に、とりあえずマグリットといえば とりあえずもうみんなが真似したくなっちゃうんですよ。真似したくなるもう冒頭からこれですからもうアーハですからもう抵抗ミーですからもうもうみんなやりたくなっちゃうやつですよ。言い切るとまたいろいろとありますけどアーハ懐かしいですけどただこんなやつ描いちゃいますからこれはね本当これすごいよね。はいでこれ割と有名じゃないですか浮遊する。 岩のイメージっていうのがまあこうけあの何つこうかな代表作の一つなんですけど、うん、もうむちゃくちゃもうミスミスチルからもう入っちゃいますからもうミスチルこれこれか,かはいおこさんおこさん、うん、こんなん普通じゃないですかこれこれくらいまだ甘いですよ甘いですかあのもうこういうのあったあるじゃないですか日本のアニメでこういうのあったで絶対この人は爆ってますって言ってないけど絶対にマグリット入ってるねこれね、うん、だから初期のシュールレアリズムが入ってる イ,イメージっていうか<ー>宮崎だからジブリのイメージ高田さんはやってないけど宮崎さんの作り出すイメージの中には、うん、めちゃめちゃマグリットっぽい要素っていうのはあるよねっていうここれ大メジャーがこれ大がやってますから、ね、そしてですね奥野さん,なんですよ、えー、マグリットこういう作品を割と初期に書いてるんですよ。でこれ <laughs> これ、はい、今あの新ウルトラマンで日本は盛り上がってますよね。はい ウルトラマンといえば成田トじゃないですか。うん、まあ現代美術家がデザインして生まれた作品じゃないですか。うんうん、ウルトラセブン化やりましたよね。はい、この絵見ててください。覚えてください。はい、はい。こういうシーンできます。こんにちは。こんにちは。同じものこんにちは。同じものこんにちは。このな成田さんとかはもう世代的にもうああいうシュールレリズムがわってこう流行ったタイミングでまあ画家だったんで。 ええ当然のようにまあ強い影響を受けてますよ。だってダダとかつっちゃってますもんね。合成？合成？今その話。特撮って特撮ってやつですね。はいはい。あとこれも有名なやつです。人のこれもね。はい。でこれもあの僕ちょっとよくよく詳しく知らないんですけどヒプノシスっていう人がこういうことをやってますから。まあ。ピンクフロイドとかのジャケットとか作ってるアート集団ですね。あ、ジャパンセクス 楽しいなー。いーはい。そしてですね、まあ大家族ってこれがまあ一番ね、お祖さんね、マグリットといえばこれですよね。うんうん、はい。で、えー、お祖さんといえばポケモンなんですが、うんえーえー、分かりました？こういうことやりたくなる人いますよね、やっぱね。えー？こういうのがネットにはたくさん転がっております。おぐるさん。えー、俺ね、あの、はい、このカモメじゃなくて、うん、その。 あれ、大家族だっけっ平和の C 社じゃなかったまあ、名前はいいとして、はい、これ、あのー、うん、開戸店行ったんですよ、マグリットので、うん、うわー、いいなと思って、うん、T シャツ買おうかどうか、めっちゃ迷ってやめたんです、うん、なんでやめた恥ずかしくて <laughs> <laughs> この俺がなんかこうマグリットをこれを着るのってなんかすげえ抵抗あったなって今思い出しましたほ <laughs> に着てる T シャツがバンド T シャツ「ドクロドクロドクロメタルメタルドクロドクロとかの中にあれは恥ずかしくないけどあれを背負ってるお前が「マグリットやで」っていうのは恥ずかしいってこと <laughs> いやなんかほらな,なんつうんだろうふっ、うん、て笑わられそうやな, <laughs> なんか美術,美術好きな人にほんまに好きな人まだ、あ、若かったからあの時かがみさんど,どう思いますこういう男よくわかんなんなでそこを うんよく来ちゃえばいいのに <laughs> 心が心が動いたら来ちゃえばいいのに来ちゃえばいいのに,い,い,のにいやーななんでだね何何が恥ずかしいんだろうなマグリットってっていうようなラインですね俺の中でなんかオズさんがねさっき言ってましたけどねなんかラッセンと比べられることが多いっていう比べられるとっていうかあの調べた時に、はい、なんかあのマグリットを検索かけると、うん、なんか ちょいちょいラッセンの絵が出てくる時があるんですそれはその<ー>関連付けて語ってるとかじゃなくて、うん、なんかそれをその見,見ると、うん、なんでかなって見るとなんかジグソーパズルだったりとかそのリトリソグラフとかその,あの複製絵画とかポスターで飾る人っていうのが多分似たような層の人たちに受けてるんだろうなっていう感じがすす、うん、ラッセン好きな人はマグリットも好き なんかちょっと成長するっていう言い方変ですけどなんかもうちょっと絵に興味が出るとアートのやり口を切るもん面白いからいやいやそれはかっこつけすぎだろお前だからバカにされるの分かってる方が着やすいじゃないですかだからそういう意識でこれを着るとなんかそのガチみたいなあみたいなんかちょっと待って初心者なのみたいな初心者でええやんけ何だねん なんだろうね,ね<え>このね初心者や。何もやってへんやん。ん<ー>俺は永遠の素人よ。<laughs> だったら斬ろよ。<laughs> だったら斬ろよ。<laughs> 普通にマグリット斬ろよ。それでもマグリットは恥ずかしいんですよ。なんかね。どうしてったなんで,なんですかね。ああええー。言ってやってください鏡さん。だからそこのだから入り口にある、うん。 その芸術をなんかそういうふうに見るのは本当に良くないと思うこれ,から <laughs> これから芸術でそういう,う興味を持った人になんか「<laughs> いやバカされるから」とか言われる。そう <laughs> 入り口で海外に入るきっかけとして認めるところですよねでも俺は入り口じゃなくてもう大体地下2階ぐらいまで入ってんでっていう自意識がある人はあれを着てると入り口にいるんやっていうそ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 と。そう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 そっそいうそ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 そう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  ああそう下腹好きすぎてこのが動いたら切ればいいじゃな <laughs> 下腹みたいですね今日何 <laughs> 誰が帽子帽子持ってきてあのあの帽子も <laughs> あのねベルかぶれば世界平和を祈っておりますよ,ますよはい今週もねはい、はい、そんな中でねヤンさんといえば東村明子先生<う>はいこんなことをクラゲ姫の中で、えー、告白しておりますねはいアップしてもらっていいですか 高校時代に画集で見てめっちゃかっこいいと思って、えー、思いっきり文化祭で似たような絵を描いてしまいましたっていうのがこれでで出てきますねね <laughs> <ー>一巻の末これはめちゃめちゃ美術部あるあああるるるるですよやっぱりだからそれくらいこうなん、ね、魅力的なんですよ <laughs> マグリッドの画面は。<laughs> あいいで,、ねうん、であと真似したくなっちゃうんですよ。 僕にもできるよみたいなやりやすそうですもんねアグリットグリットは <laughs> まあなんだろうなそんなにテクニカルなことをやらないんで誰よりは真似しやすいですよね、うん、アイディアの方が先にあるっていうことなので<ー>なので、えー、いろんなその超有名なやつがそっくりだったりしますねこれまあ一番有名なやつですよねうん、うん、ビートルズがアップルレコード作っている時のイメージっていうのがまあこの、えー、リンゴの これ視聴室だっけ？かなあののイメージ。ってあったいのも。ポールが持ってたんですよねこの絵を。違ったっけ？さすが。さすがのクソや。ポールね。出るよね。いやちょっとそういうの。ちょっとだけ。入り口にいるんで。はいはいはい。いやなんかビートルズに対してシュールレアリズム好きだった。ああ。人、まあ今アート大好きなんでね。はいはい。そうですね。そしてですね、あと俺俺が個人的に思ったやつですけど、この感じ。 メリーポピンズのあの感じとかもすごいマグリットなっていう感じがするんですけど、ちょっと調べたらメリーポピンズのポスターがディズニーのポスターがまためっちゃマグリットなんて。お前、マグリット、マグリットやろ <laughs>。だからまあ天下的ディズニーもマグリット大好きみたいな。そうそうそうなある意味だから。 シューラリズム登場のあたりで出てきたイメージっていうものにいかに我々が後に影響を受けてるかっていうかもう分かんなくなるぐらいマグリットと共に生きてるというなんかまあこういうバッグもあったりとかあとまあこういう商品もあったりとかマグリットじゃんっていうであと我らが佐野元春さん佐野さんも今の下にいますよねはい佐野さんも大好きなんじゃないですかね。 藤尾ええ先生はめっちゃそのまま書いてます<い>もうマグニット石ってきました <laughs> <laughs> まんまですでもちょっとネジ式入ってますよねいろんなイメージ入ってますねブラックユーモア傑作戦ブラックユーモアのまを描いて人を面白がらせてみたい何言ってんの <laughs> <laughs> っていうのままあ、まあ影響もあったこれ実はですねこれ右側にあるこちらの少年マガジンの表紙が、まあ、横尾さん がね、横田貴教さんがデザインやってたようなあの時代もあったぐらいなんで「うん、少年マガジン」ってあれなんですよ「少年マガジン」って結構アートで表紙攻めた回が何回もあるんですよ。<ー>うん、ありますよね。そそののうちのこれマグリットですねねおそらくは、ね、だから子供時代になんじゃこりゃってなった人たちがまあ段階世代ですねこの時代なのでだから「巨人の星」読もうと思ったら「マグリット」に出会うという。<laughs> っていうね このこういうこれを見てた人たちが山田五郎さんの世代なんだよね。<ー>オタク第一世代。あ、ちょうどコメント出てきましたね。山田五郎さんこちらで。そんな話してましたね。あ、本当？ううエッシャーをマガジンの表紙でめた。エッシャーもそうですね。はい。だあのあたりのものが、えー、イケてるよって言って。それからね、あのうるせえ奴らがまた久しぶりにアニメになりますが。おめでとうございます。この間、はい、あの。 また新しい情報公開で、新しいビジュアルイメージみたいなのがあったんですけど、なんかスパイダーマンとマグリットなんですよね、うん。<laughs> ラッセン入ってるんですかラッ, <laughs> ラッセンもちょっと入ってるんですか <laughs> ちょっと演出的な。ラッセンやね。いやいやいや。浮いてますから。<laughs> 浮いてますわなはいはい、はい。みたいなね感じで。なので、オ、え、ズ、ー、さんの作品がめっちゃこういう感じになるのも、当然ちゃ当然。 ですよね、小津さんね岩浮いてるのありますよね、小津くんのやつこれは、あの無意識にい好きなものを描くとこういうイメージが出てくることが多いっていうことです最初は無意識だったんですよでも途中から、あマグリットだって気づいた時からは結構意識的にあのモチーフ浮いてる岩とか山みたいなものを描くようになりましたで作品集ちょいちょい作ってるんですけどその表紙はもう全部 あのー、ちょっと見せてもらっていいですか。はい。じゃあカメラちょっと見せて。すげえ。すごいです。この浮いてる岩シリーズでまと、あ、め。一だけ違うんですけど。二三四五は全部浮いてる岩シ,シリーズみたいな感じ。かっこいいね。で、うん、書いてます。うん。いやいいですね。え何にそんなに惹かれたのオーえその元々の話？まあ元々はその教科書 に載ってたピレネーの城と大家族を見てあ面白いって思ったのがきっかけで完全にや,やられたのはその後、うん、図書室に行ってあの美術全集かなんかに載ってたマグリットの絵であの呪いっていう絵があるんですよ。でそれどんな絵かっていうとただ単に本当に青空に雲がいっぱい描いてあるだけの絵。でその タイトルと絵の組み合わせでそれだけで不思議な感覚を覚えるっていうことにやられてそっからマグリットをちょこちょこ見るようになってでしばらく忘れてたなんかもっとその筋肉描きたいみたいな方に行っちゃったりとかそのけもうケンシロウ筋肉マン世代だからもう完全にそっち行ったりとかしてたんだけどなんかその後大人になってからいろんな絵を描くようになったらなんか自然と描いてたのがあのー。 マグリットの影響、バリバリじゃんっていうのに。後から気づいた。そう、それ気づいた時に、うん、やめよう。この、あれから卒業しなきゃって思わなかった。思わなかったね、なんかむしろ。今更、これやってる人いないじゃんって、ちょっと思った。たああ<ー>。で、その、なんか、影響が見える目じゃなくて、もろだったから。<laughs> うん、まあ、いいかっていう。もうしょうがねえなと。で。 マグリットの思想とかなんかそういうところに引っかかったっていうよりは、うん、あの風景の中をあれを情景として描きたいっていう欲求があったからそっちへ行ったっていう感じ、ね、ワイドねこの光の帝国だっけ光の帝国っていうね,ねこのイメージもすごい割と有名ですけどオズさんの作品ねこれもすごい良いですねまるっきりそうですね。これはもうそれをあのオマージュというまんま描いたお世話になりましたこれはあの、はい、なんかカラバトっていうあの。うん ゼさんの、うん、あの、あれ、工業っていうの。まあ、こう、まあ、その舞台で、ちょっと使わせてもらったというか、お願いして、書いてもらった時に、このイメージをいただいたという。この、これに作った映像、<laughs> アニメーションがあるんですけど、うん、それも、かなりマグリットです。月がいっぱい出てきてたりとか、は、うん、い、感じのことま。まそんなね、マグリットのイメージが、どうして生まれたのかって話をしたいんですけど、まず生い立ちから始めたいと思います。普通にやりたいと思います。いますはい、千九百九十八年のベルギーのシャルルロア。 でここがまたちょっとなんか変わったところらしくてそのお父さんが無心論者なんだけど <laughs> なんともね偏屈な人が多いっていう話が後からまあちょっと聞いたんですけどなんかね変わわり者が多いといとううふうに言われています、ね、で、まあ、こうまあマグリットといえばこういうイメージであってこのまあこの帽子がまあ割と有名じゃないですか、うん、まダカ帽みたいなのかぶっててっていう感じなんですけどこのねマグリットのお父さん奥野さん,んこの方です。 だからもうお父さんかまあこの当時写真撮る時にこんな感じだったのかもしれないですけど、うん、なかこのイメージっていうのでまあマグリットさん本人はこんな仕上がりになってます。まあ、これだ多分やらされてるかもしくは本人がだいぶこういい感じでふざけられるくらいのマインドになっているっていう感じなんでまあマグリットさんといえばこんな感じっていうかねこの帽子っていう感じのイメージと顔を隠してますよね。私は 隠すよってていいうう宣言はしてるという、まあ、どの作品でも私は私を見せないっていうことをやっている人なんですよね。でね世代をまず先に言っちゃおうかなと思うんですけどえっ、ー、とですね、うん えー、ピカソの後に生まれて、ピカソ八十一年、あの、え千八百八十一年生まれので。そうなんですよ。俺の百歩上なんですよ。百歩、えー、上。あなたの百歩上ですね。そう <laughs> なんですよ。じゃ、それロ、えー、<laughs> そうなってならない。記念すべきね。<laughs> はい。はい。で、ダリの前です。だダリは六歳後に生まれてます。うんうん、だから、ダリのイメージとすごい重なる部分はあるんですけど。まあ、同世代ですね。 で誰と一緒にカザケスとか旅行とか行ってますからねあ仲良かったんですねでミロとかあの辺の人たちはまあ、うん、まあ、まあ、結構群れるうん、うん、だけどマグリットって基本的に群れの好きじゃないうん、うん、あなので、えー、まあちょっと参加してはいなくなるみたいなことを繰り返していって、うん、っていう人ですねだか何と言ってもエッシャーと同い年だこのエッシャーと同い年っていうのがやっぱりあそうなんだああなっぽいですよ、ね、そうですねあの すごく理性的なも,もしくはまあその思考的な絵画っていうのが生まれる時期だったっていうのとあと2つ年上にブルトンがいる修了レアリズムを宣言したあのヤバいアンドレがいるので,でこいつといろいろありますバチバチです。こ、うん、これが、まあ、ちょっとと前半の面白いところでは ありますよ、ねうん、であともう一個忘れちゃいけないのがえ一個だけ年が違うんですけど<お>デルボーが一個年うあ<ー>似て仲な,ないですなで本当にこのシーンとしたイメージえパースが中央にある感じ、うん、でなんかあと迷宮に入っていく感じっていうねまあ「出る棒」はこういう作品、まあ、ヌードも多いんで出しにくいんですけどデルボのああそうですか。このデルボーは 実はマグリッドをちょっとあのリスペクトしてたらしくてあ<ら>でマグリッドの作品を、まあ、引用したりとか、うん、そんなこともしてたらしいんだけど、えー、後からバカにされてるっていうねことを気付く <laughs> あのマグリッドはデルボのことを下手だと思ってたっていうか <laughs> あんまり評価してなかったっていうのを聞いてショック受けるっていうくだりはありあましたねなんですが同じ、えーまあ、地元一緒で、まあ、その同じ同世代っていうのでまあ大体似たような画風ですね。うん はい。で問題は十歳年上にきりこさんがいらっしゃいます。えー、あ結構近いんだね。はい。うん、っていうか<で>ピカソが全然上なんだ。ピカソがさらに上。うんうはいはい。できりってもっと上だと思ってたもんね。はいはいはい。はい、でこれはもう、ね、先に行っちゃうんですけど。はい。あのまあ今二十六分ちこのちょうどこのタイミングで言うのはちょうどいいかな。きりこさんきりこさんの絵を見て、うんえー、スタートする。 画家人生ですねだからそのマグリットっていうのはきキリ子の絵に合うまではいろいろな瞑想してるんですよいろんな画風で瞑想してるんですけど、うん、キリ子の絵であの泣いたらしいですよね救済されたらしい<ん>思,考思考が書いてあるこの絵にはっていうもの<そ>の考え方が書いてあるっていうこと、ね、<ー>でこれは、えー、先にまあ言っちゃいますと。 あのシュールレアリズムって言いますけど、はい、そのちょい前にケー上,上絵画っていうのが登場するんですよ。うん、で、これが、うん、えこれを生み出したのがキリコさん,んで,、うん、でキリさんですけど、これは何かっていうと、うん、哲学なんですよ。うん、物の考え方とか、うん、思考を絵に落とし込んだっていうことをやってるんですよ。だから哲学絵画。ああさ画家は哲学者だっていうようなことを言い出すんですよ。うん、キリコさんって。 これれにすすごい共感されるんですけど同時期にちょい後に生まれるシュールリアリズム運動っていうのはあのフロイトから始まってブルトンが宣言するに至るんで無無意意意識識識人間は意識じゃななくっててのフィーールドががああってそこに広大なイメージがあるとだからそこに手を突っ込んでそこからイメージ引っ張り出してやらなきゃいけないから意識っていうのを消していけっていう風にして無意識で書けっていうのがこれ大きく違うんですよこれ。 実は考考ええてて書くのととるなってことなんです、ね、イメージが近いんだけど、うん、そ,うそうなんですよだからむしろ、えー、考えるな派に一旦入るのがマグリットさんなんですがそこから離れていくっていうのがマグリットの人生の歴史の流れになっていくっていうのがね面白いんですよ。でねここでポイントになる貴理子さんですけど貴理子さんは。 10歳年上なわけですよ、はい、でねこの人第一次世界大戦に30歳ぐらいの時に従軍してんすよ。って、うん、で、えー、マグリッドの方は二十歳22歳ぐらいで行ってるんですよ。うん、でマグリッドが戦争に行った時は戦争終わってんすよ、うん、第一次世界大戦が。うんうん、だけど非常にショックを受けて帰ってくるんですけど、うん、このキリコさんの方はガチなんですよ。 うんうん、ガチの戦場で戦って帰ってきてうん、うん、それでそれの,その精神的なショックから立ち直れなくなるんですこの人。つまりね感情みたいなものを消していく流れでむしろ思考によっていくっていう新しい絵画を生み出すことによって何、うん、て言うかなあの、まあ、救済されていくんですよ本人が。 でその絵を見て救済されていくっていう流れがマグリッドの人生、まあ、最初のね、えー、人生、まあ、ここが結構大きなターニングポイントっていうのをまずこう最初にこう言っておきます29分なので。<laughs> で、えー、ここからですね、えー、マグリッドの有名なエピソードこれもう。 これ、いろんな本に必ず出てくるんですけど生まれてすぐに、あのー、赤ちゃんの時にカゴが横に置いてあっっったののを覚えてるって言ってるる言ね、ね。この人、ね、<ー>あともう一つすごいいいのがいい話があって近所に気球が落ちたっていう話があって、うんうん、でこれある方が調べたんだって本当にそういう事件があったらさちょいあの村のちょい先に実際に気球落ちてるんだっけ。<ー> だからこの気球のイメージっていうのはすごく浮いてるイメージっていうのがまあその原体験としてあるよねっていうところがちょっと面白いっていうね。ほいで先ほどのお父さんですがこの <laughs> このレオポール・マグリットさんこの人はあのねとにかくもうね女好きで。 遊び人で、<ー>えー、まあ、やりたい放題だったらしいです。で、事<ー>業もめちゃめちゃ失敗して、子供の時は結構苦労してたんだけど、あのね、マーガリンかなんかを作って売るみたいな、そういう仕事で一発当てるんです。うん、<laughs> 一発当てて大金持ちになる。一回。だけどそれも続かないよね、みたいな感じのレオポール・マグリットさんなんだけど、とにかくこの人のポイントは、えー、神様信じない。うんうん、この辺が非常に面白い。 あのー、無心論じゃだけどお母さんはめちゃめちゃ神様を信じてた。あ<ー>この人は教会行ったことないみたい言われてたらしい。うん、だけどお母さんはめちゃめちゃちゃんとしてたっていうところでここでまあえ,ー、え <laughs> そうですね。で他にも女がいっぱいいたらしいんですけど、まあ、とにかくそんな人なんですよ。でそこでお金ないのに子供三3人作るんですよ。でこれが面白くてこの怖いもの知らずのお父さんで信心深い母親っていうのはポイントなんですけど。 3人の、えー、男兄弟、はいそれの長男がマグリットなんですよ、はい、これがまあとりあえず超不良だったらしいです超不良 <laughs>、うん、で不良を超えた不良ってどうえー、なんか村の人が誰でも知ってるような悪いやつだったらしいでもお父さん大好きだったから、うん、お父さんのことを悪口言ったあるピアニストがいたんだけど、うん、そいつにもとんでもないひどいことする汚いものをぶち,かけぶちまけたらしいです今言え,ないです言えないようなものを。<laughs> みたいなことで、まあ、とにかくひどいこといっぱいするんですけど、うんえー、あともう一個はですね、これ菊池の有吉と一緒なんだけど、近所に映画館があって、はい、子供の時に忍び込めた。で、タダで見てもよかった。だからしょっちゅうその映画館に行って、いろんな映画をタダで見てた。<ー>っていう。 これが原体験にあってつまりその現実の世界よりもその映画の架空の世界バーチャルのところにいる時間が長かったみたいなことがあるわけですよだけどこのお父さん悪いんでとにかく神様嫌いなわけですよでお母さんの前で十字架出して子供たちにこの十字架に唾はけっていうのマジちょっともう沈黙じゃないもう沈黙ですよ 富家ですよ。それでお父さん、お父さんのこと好きだから、お母さんいるのに妻入いたんですよ。あら、お母さんのこと好きじゃないのかいって話ですね。お母さんのことも好きだったんでしょうね。それでお母さんどうしたかっていうと、あ夜中にあの抜け出して家をで重水自殺です。川に飛び込んで死んだんですよ。うそ。それでそのあお母さんがの死体が布に包まれてるのを見て、あの布の絵を描いたんじゃないかっていうのは通説になってます。あの 先ほど、人人の子ってやつです。恋人たち。恋人たちか。間違えた。はい、あの、このイメージが、そうなんじゃないかって言われてるんですけど。でも、実際よく調べてみると。あの、本人見てない。というのが、どうやら本当のことらしいですね。あと、えー、その時は、もう、その、イケイケなんで。 へっちゃらだったみたいなことも言ってたらしいっていう話もありますがとにかく本当のことを言ってるかどうかわからない男なので、うん、<laughs> この辺はわか,からないですね実際のとこはねただそんなことがあってですね<え>ただそんなトリックスターみたいなタイプだったの彼はまあやんちゃだったんでしょうねなどれが本当かわかんないそれはその後に画風で出てくるんですけどとりあえずまずは神様を信じてないじゃあ何信じるんだって話になるじゃない、はい、そこからの人生なんで。うん 探してたんだとは思いますよ。それを何を信じたらいいのかって。で、まあそんな感じで神様を否定したはいいけどお母さんが亡くなっちゃったっつって。でこれについてやっぱり傷ついててこういう絵残ってるんですよ。うん、だからお母さんが死んだことについての、えー、まあまあ、苦しみみたいなものを描かれた絵が結構まあ、これ明らかにお母さんだなっていう作品がいくつも出てくる。うん、あ、カプセルホテルみたいなのが。 カプセルこの先ほど言ってたこの球体なんですけどこの球体のイメージっていうのはこれやたらよく出てくるんだけど一つになれなななれれいいいいいっててうううものの象徴ららしでですすねどことと丸く間が切れてるんですよだから男女は一つの丸のようでいながら絶対にくっつけないっていうもしくはこれは男女じゃないかもしれない人間はかもしれないしこれはもうだからその考えてくれって言ってるわけです芸術上的に。 <laughs> そういうい思考させるためのアートなんですでこれ何で3つなのかなんで浮いてんのかなんでつなで繋がってないのかっていうのを思考するためのでここに、まあ、マグリッドの,そのテーマがはっきりと、まあ、現れてるわけですよ光と闇だからこっちこっちとこっち分かれてるというでものは物事は単体で完成されてるわけではなくこっちから見たりこっちから見たり全然違うものでありますよみたいな。 これを絵画のイメージの中で見せるっていうことに成功していくんです彼は、ね。なので先ほど言ったもう超かっこいいこの絵ですね。昼なんだけど夜っていうこれ相反する両方を一つの画面の中に入れているということなので、えー、これ絵画でしかできなかったと思いますよこの当時こういう見せ方っていうのは。だからまあとにかく斬新で新しいっていうやつで。この、あのあ、ー 一つのものがあったら、上から見るか横から見るか下から見るかで全然違うっていうものの考え方っていわゆる弁証法じゃないですか。うん、その弁証法を来参するっていうこ,これタイトルです。弁証法来参っていう絵も書いてます。なるほど。はい。でこの絵はめっちゃ金持ちの家の窓を開けると貧乏な家があるっていう絵になってるんですよ。だここもまた皮肉が効いてる。 でマグリットはあの途中で金持ちになるんだけどもう徹底したブルジュア批判すするんですよ金持ち大嫌いなんですこの人金持ちになってもだからまあそういった、まあ、金持ち批判的な要素も入ってくるんだけどまあ弁書法ねこの辺がまあえ彼のっていうことなんですよね。これはなかなかねちょっとこの辺りがなんか幼少期の,その悪ガキマグリットっていうのが後のあの静かな。 画風っていうのにつながると,いうのはちょっと意外な感じが非常にしております、ね。そうですね。ねうん。もっとこう激しいなんかね、憤りとか怒りとかをこうバーンとぶつけでもいいようなもんなのにすごくこう整えてきますよね、うん、作品も。そうなんですよ。でね、あ<ー>まあこれちょっとまた面白いのが、まあ人生の序盤でやりたいことをやり倒したやつは後半落ち着くっていう。<laughs> <ー> <laughs> もうまさにそういう人で。 あの王立美術学校に行かせてもらうの,お父,さんの力でお父さん優しい、うん、お父さんすごくねマグリットのこと買ってんの、うん、でこの人をイタリアに留学させてやるとか金用意するからとかやってくれてるんだよね、うん、でそれで、えー、王立美術学校に入って何するかっていうと当時の流行りのやつ全部やってみるでフォービズムやキュービズムや抽象もやるしっていう、うん、だけどい面白かったのが一方でやたらとヌードを描いてたらしいですラフを。 そのヌードモデルをくどいてたらしいです。あららら。だちょっとだからいい感じですね。神さんね。ですね。は意外でした。意外ですか？う私あの後半のそのパートナーの話はい出てきますこのあとはいはい。あの見てたんであれくどいてたんですね。くどいてたし学校でも有名な女好きだったらしいえそうなんです。か。 親父みたいになりたかったんじゃない。いや、めっちゃ親父に似てるんです、この人。ち、血がそういう。血がもう、その騒ぐんですね。<laughs> きっとね。で、この時に、あの戦争が、まあ、始まる頃だったんで、戒厳令とか色々あってね、その。まあ、ちょっと、夜間出歩くのは危険なんだけど、夜間出てって、それで、えー、芸術家が集まるカフェに行く。うん、その芸術家が集まるカフェの名前が肉体の悪魔っていう。もう、最高ですよ。 うん、そこに前衛芸術家とかちょっと文学とかそういったものをかじってる人たちが集まって議論してるところに潜り込んで勉強してたらしいですだからマグリットは女好きで悪いことしてるし不良なんだけど実はめちゃくちゃ勉強家だった、うん、でこの時にいろんな人とつながっててそれが後に聞いてくるっていうね。勉強家の科が化けるになってます。 勉強になっちゃう巨大化の巨大化の化になってますここに意味があるんですよええなんてねそう本本ねだまされたぜ表面しか見てないんですかなんつって勉強する化になってるんです家ですね何でもいいんですよそんなことは表面ですからねはいそんな感じでお父さんって優しかったんでお父さんのまあその援助もありつつポトフの缶詰の工場があって その缶詰のポスターとかやってます、この時は。これま、まだ、いや、これは、お父さんありがとうってかえ、あの、絵なんです。<laughs> これね、すごい面白いのが、父さんに対する感謝、ね、これ二人、お父さんと自分らしいんだけど、うん、これ、このイメージってあ、よくさ、なんかの漫画の最終回とかで、ね、こうなりません <laughs> まあ、ソロエンドね。うん、とかになりませんこういうエンド。マグリットですよ、奥野さん。はい、最初にやってたのは。うん、っていうようなね、話がありましてです、ね。ああ はいはい。これ缶詰だとちょっといいいい感じだったね。ポトフ。あ、ポトフの缶詰食べたくないけどな。え、そうですか。何が入ってるんだろうって。そう死んだもんから。あ、でもその時は商業的なあのだつまりねこの人ねあれなの。もう基本的にイラストレーターなの。はいはい。それで食ってんの。それで画家宣言するんだけど全く売れなくてまた戻るみたいな。ああ。そういうことをやるので。デザインの人ですよね。デザインですね。デザインの才能がとてもある人だったということもありますね。こ 空気のさ、富士山の空気とかの缶詰のポスね。そう、分かる。これだったら、結構いいと思います。ね。いけますね。以上です。ありがとうございます。はい。素晴らしい。はい、え、そして、マグリットといえば、ジョルジェットですね。イエー。この顔。何、これ、可愛すぎますよね。っていうね。 でまあこれあれでんですよ。僕のさミューズですね。ああ、やりましたやました。まああのダリとガラとか割と有名ですけど、まああのダリどっち系なのかって話ですよね。サークルクラッシャー系とあとそのビッチ系とあと本当にそのなんつうんだろう。まあいろんな人いるじゃないですか。いろんな人いるじゃないですか。いろんなタイプいますからいますよね。本当にいろんな資料を探しても突っ込むところがないんですこの方。 ジョルジェットが突っ込むとまあその悪いところがあんまり見えない感じですよねおじさんね両裁兼母みたいな感じ両裁兼母っていうか本当この写真で見る通りあのルネ大好きっていう感じでルネっていうのはマグリットのことでそのルネは奥さんしか描かないよあこれ大人の授業中上になってますがなるほどほとんどの絵が奥さんがモデルですねはい結構な年代になっても補正しながら えー、心の目で見ながら奥さんを綺麗に描いていくということを、まあ、やるということをやってます、ね、でこれが奥野さん若い頃からのし知り合いで最初に出会ったのがお祭りの時にメリーゴーランドに乗ってて<う>メリーゴーランドで出会いますからね。 なんてロマンチックって思いませんなんでロマンチックなんかどういうことえそれはなんですかラブコメの第一話目かとかじゃなくて完全にそうですよそうですよねマグリットから始まりますラブコメがラブコメラブコメマグリットから始まってますよ地元の札付きのワルがメリーゴーランドでそうですこんな可愛い女の子と一緒に乗ってそこで仲良くなるってもう少女漫画ですいや完全にそうです一緒に乗ってたってことあそうですたまたま自分も乗ったら隣にジョルジェットがいたみたいなことな それともジョロジェットだけが回ってるのを見てなんて美しいんだって思ったってことは <laughs> なんかでも一緒に遊んでたっていうのは読んだことある書き書き方まあこれもね,ね後の記録でしかないので本当のことはまあ分からないですけど、まあ、そう言われてます。でそれで一旦、えー、離れ離れになるんですけどなんんと植物園でで再すするんですよ何年かかしてから <laughs> 何なんですよ 何なんなん、それすごいの <laughs> ね。一回別れるのね。別れるっていうか付き合ってないんですよ。あのう、ー、付き合ってないの。うん、初めて会ったのが。ルネが15歳で、うん、えっと、ジョリジェットが、えっ、ー、とー、十三歳かな。なんかおいおいおい。穏やかじゃないね。<laughs> はい、野々さん今日は本当に心地よい笑顔をずっと浮かべてらっしゃいますねで <laughs> <laughs> バカにしてるんだ,だからバにしてあいマグリットにしてによって離れ離れになてにてしまってっしてで、てマグリットが22歳くらいの時にブルシんだからバカにしてるに偶然その植物園そうですね。偶ん<然>、はい、偶然出会うにんですよ。別に会てうねっして約束してるんだからバカて偶ん出会うんですよそのそこで。 まあね恋に落ちちゃいますますまね。これからだからこの二人のまあ始まりとか伝説の始まりになるわけですねは,、えー、はい。まあ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 の,の,っのがあまあまっまあ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 ま第一次世界ま戦始まっちゃいますよね。ま、うんであま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 学生なんですよこの方。あま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 あやあま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 ああるんですけど、うん、あのまあ ご存知の通りドイツが、えー、フランスに攻めますよねはい、はい、でこの時に通り道のようにオランダとベルギーをめちゃめちゃにしていくわけ、ね、いつもそれ <laughs> かわいそう本当にひどくな場所ですよね、うん、まあ,あの反対側にポーランドっていうかもっとかわいそうなところもありますけどあ,、ね、あちらもかわいそうですけどこちらもかなりかわいそうですよねそれで、まあ、この時の王様がね「我々は通り道ではない!」ってぶつけれたらしいですけど素晴らしいは言だ、うんはいで このなんかチョコレート舞台ってバカにされてたらしいですけどベルギーだけどこれが意外と強かったっていう話ですよね。意外と苦いぜみたいな。意外とつけようなくていいですあの逆に。面白いこと。あんな逆にもういいから大丈夫やめようかな今日はもう大丈夫ですそれでそれ で、この二か二度の徴兵、な、さ、普通は一回行ったら良かったんだけど、で、しかも戦争終わった後なんだけど。うんえー、これはあんまり語られてはいないですけど、めちゃめちゃになってますからね。ベルギーは。だから、あの、信じられない、その体験をたくさんしてるはずですね。うん、この後ドイツに行ってますから、うん、ドイツは敗戦後のドイツに行ってますよ、ね。うん、で、これで、いつも家族で守られていて、みんなと楽しく。 やってたのに一人ぼっちで向こうに行かされるっていう経験してこれが相当きつかったっていうのと、えー、帰ってきて、えー、ジョルジェットと暮らして結婚しようっていうふうになってる矢先にもう一回徴兵されちゃうんですよね。でこの時にまあそらく本物の狂気を体験してる 2> 2回目で いいや両方だと思います、はいはい、この2回の回体験で,、うん、でそれでそれまではそのなんか映画館で見た何かみたいなところの世界でいたのかもしれないだけど本当にやばいところに行っちゃった、うん、でほ結構な確率で頭がおかしくなって、うん、みんな帰ってくるその中にいたわけで、うん、ここから俺はこれが一番でかいんじゃないかと思うんですよねこうなったのはでこれこのパターンありますよね戦争体験を語らない人っているでしょ するぎてここで俺マグリットは閉じるんだと思うんですよ。ああここでね、はい。顔を見せなくなる。本当のことを言わなくなる。本当のものを見せなくなる。裏に隠れるんですよ。うん、で、えー、隠れたはいいけどその心をどうしたらいいかわからない。うん、ジョルジェットは支えてくれてますけどどうにもならない状態の時に友達がこの絵を見せるんですよ。切り込見せちゃうわけですよ。<ー>でこれは思考が書かれた絵だ。 つまり喋らなくても伝えられるわけですよ。ああ。これで。これで。これで泣いちゃうわけです。ああ、か、かえか、アートっていうのが。人を救うんだっていうことに気づくわけですね。そこに、まあ。いわゆる神を見たんでしょうね。そうなんですよ。だから、マグリットは、本当キリコに神を見て。父親に育てられつつ。っていうね。そういうことですね。面白いのが。 これ,これ最初に見た時は複製を見てるえその印刷なのかはなんかちゃんと分かんないんだけど、うん、なんか本物の絵を見たのはこの桐子の愛のだっていうのを見たのはもうちょっとあ絵を描け今のその,今のあ,あのあれを。 えー、シュルレアジム始めた後にちゃんと見てるんだけど、うん、この時見たのは複製だったらしい、うん、<ー>友達がもう見てくれる、うん、複製の方が良かったかもしれないそんな見たことなかったんだよ <laughs> 本物でも偽物でも、うん、だからこ,こういうのありなんだっていうふうにして、えー、まあやられたわけですよねまあこんな桐子はこんな感じのそれ誰日本人でもあったんだよなんか、うん、あの 白黒のさ、印象派が日本に入ってきた時に白黒のさルノワールとかさモネとかの絵を見てさもうめちゃくちゃ感動した人がいて本物見に行ってで「あれ意外と」みたいななった体験があったっていうのを今思い出しました。誰だか忘れちゃったけど。さ えー、まあ救われた刑事上海外に救われたマ、えーまあまあ、グリットはですねここからまあシュールレイリストになっていくわけですけ、ね、ど刑事上海外、まあ、この時はあの、ね、アンドレ・ブルトンが出てきて俺たちはシュールレイリストだっていうふうにこれあのブルトンがシュールレイリズムを作るやつらがキリコを絶賛するんですよね。 いででシュールの兄さんとして引っ張り込むわけですちょっと年上なのに。そうです、ね、宣言するときにこの方も参加させられてるんですけど、うん、まあこの人もかなり偏屈な人なので <laughs> いつもは喧嘩ばっかりしてたらしいんでこの方は最初だけなんですけど、まあ、その後シュールレアリズムっていう、まあ、活動が始まる、うん、その時にマグリットもそ,その流れに乗っかっていってシュ,ールレアリズムシュールレアリストとしてのデビュー作っていうのが。 登場すするわけです明らかにモチーフは流行りのやつですよね、うん、この時にシュール・リアリストがよくやってたでチェスも大好きだったらしいんだけど、うん、このチェスのテーマはすごい面白くてチェスって思考ゲームだから、うん、だから思考する海外には向いてるはい、はい、でこれをデュシャンがチェスやるじゃん、うん、っていうところに繋がってくるだから近代海外の流れの中にチェスすごいあの、まあ、大きいんだなっていうのがちょっと面白いですよね、えー。そして問題のブルトンさんです パリに行ってでそこで「シュロリアリズムの運動」が始まるぞというふうになるんですけど、うん、まあとにかくそれが合わないっていう、ねうん、<laughs> 最初のうちはこのブルトンさんと仲良くやっていくっていうか、まあ、最初のうちは言われた通りにあの思考しないというか無意識のところに降りてこう、うん、でもそもそも刑事上改革にやられてるわけだから、うん、向いてないんだよそれ、うんその。無意識の世界にににいいかにみたいなことに にはいけなくて、うん、でまあ割とその思考するアートみたいなでこの当時やってた、うん、これもすごいデュシャンっぽいんだけどこれはパイプではないっていうパイプの絵を描いてるっていやこれは難問ですな <laughs> 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 そんなん言われてもこれパイプに見えるし天国の二角先生からいらっしゃったよ、ね、<laughs> でもパイプっちゃパイプだけど絵ではありますよね。 パイプではないんですよ。一休さんみたいな感じに。これタイトルはパイプではないじゃないんだよ。何？文字が書いてあるのがパイプではないって書いてある。えこのタイトルなんタイトルなんだっけな？何でしたか？イメージのなんちゃらここのこの字がこれはパイプじゃない。これはもうめちゃめちゃジューシャンっぽい。はいはいはい。うん。だからそんなことがもうこの辺から始まりますよっていうことになるわけですよ。でこの あのブルトンとのバトルがどういう感じになっていくかっていうとですね。イメージの裏切りっていうタイトルです。イメージの裏切り。知ってる人はいますね。ありがとうございます。今グーグルさんに教えてもらって。あ、そうですか。ありがとうございます。はいはいはいでまあこのこのブルトンさんも無神論者です。なので、そうでしょね。神様信じてないです。この二人とも神様信じてないんです。だけどだけどジョルジェットは神様大好き大好きなんです。すごい信心深い人です。 つまりこの2人はお父さんと一緒なんですよ。お父さん夫婦と一緒なんですよなので一応マグリットはそうなんですよ母を見てますねジョルジェットにね同じパターンなんだけどだけど神様信じるわけじゃないんですよマグリットは。だけどジョルジェットはロザリ架をしてるわけです。そしたらこのブルトン野郎が「何でそんなもんしてんだアンドレが何でそんなもんしてんだよ」って言ったもんだから。 なるほってなるわけじゃないですか。<laughs> まあ不良ですからね。帰るぞっつって。ここでもたもと分かっわけですね。<ー>だからそれが結果なんだなって話と。大きなあの事件はそれが有名なんですけど、もう一つ。このブルトンさんがあの。<laughs> 何を。意中の方の。えー。このブルトンさんが。あの。 壊すのはいいけれども壊した後どうすんのっていう問題に対して回答ができなかったっていうところに失望したとも言われておりますねああなるほどねだからダダイズムっていうのは何でもかんでも壊せ、うん、でシュルレリズムもそれをまあ、まああやってるんですけど問題はその後着地はどうすんだと浮いたまんまなんじゃないの、うん、っていうことに対する回答っていうかね。かまあマグリットはそこをさらに行きたかったわけでだけどその答えがなかった先輩なのにちゃんと答えられなかったブルトンさんっていう 感じになりましたことですね。はい。ブルトンのことを擁護するわけじゃないですけど、はいあいつは本当にお祭り野郎なんですよね。まあお祭り野郎でしょうね。俺があの知ってる範囲でいれば、はいはい。非常に俺はブルトンに共感する方なんで、はいはい。あなたこんな感じですかね。いろ何もしないのにとりあえずなんかわいみたいな。とにかいろんな人、いろんな人とずっと喧嘩してたよね。お前はハモニアシュールレアリストじゃない。お前はシュールレアリストじゃないんだぞっていう宣言ばっかしあったもん。 じゃ、あシュールレアリストって何ですかって言われた時に、それは俺みたいなこと言うんだみたいなこと言ってで、それ以上何も言わないみたいなさ、なんでその。俺は俺以上みたいなさ。<laughs> ちょっとずるいですね。そうそう,そう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 。まあまあ、死ぬ時一人だったもんな。<laughs> まあ。まあまあってどういうこと。あ <laughs>、<laughs> なんか、みんなに、あの、運動してよかったねって言われたわけじゃなく、なんか、結構孤独に死んだ、ブルトンさん。死んだイメージは、最後までシュールレアリストやったって言われてたけど。 まあでも分かりますよあのみんな離れたがりますよこんな人 <laughs> <laughs> 今シュールって何ってコメントありましたけど一言で言って無意識の絵画です心の中にもう一つの世界があってそれを表現していこうっていう運動っていうのはそれがシュールレアリズムですねはい。そんなわけでマグリットさんそんな家中の中ある画廊に、えー、ちょっと認められてっていうか引き受けてもらって でまあ持ってきなよって言われて、<ん>で絵を描いてはガロワに持ってくんですけどとにかく売れません。で売れないマグリット225点あの持ってって200点以上売れ残ったっていうくらい売れなかったらしいですね。時25点売れてるんやったらいいやん。<laughs> <laughs> うん、そうは言っても生活できませんからね。だ,だからまあ他の仕事イラストとかやりながらまあやっていくっていうことになってたっていうことらしいですね。うん、はいそんな感じでまあ一応あの まあ、その何、ずっとうまくいってたわけじゃないっていうね。結構な苦労人だよね、この人。ね。ん<ー>うん。うん。で、まあ、ただ、あの、ジョルジェットとずっとうまくいってますからね。だから、あのそ、その後、その男女関係の波乱とかないので、割とその中愛妻家で。で、まあ、その後、穏やかな暮らし、日本に向かっていくので。<ー>マグリットそれで、画風も込み込みで、この人は割と、あの、穏やかで平凡な人だ。 じゃないかとかとも普通の人っていうふうに言われておりますが、うん、実は超やばいやつだったっていう過去があってからの、えー、狂気を含んで普通の人を演じてたんじゃないかというようなことをですね、えー、小黒さん、はい、後半やりたいいと思ます、はい、後半はじゃあみんなとトークしながらさらにマグリット、えー、のことを<え>掘り下げていきます。 その通りその通りででこのあと「ダリ」の話も出てきますが<ー>はい、はい、当然そうなっていきますね,ますねそして,て、ね、そうでこの人ガス確立すするままでに結構揺れますだから、あのー、あいわゆるダダダ「ダリ」「ダリ」じゃないや「マグリッダリ」「マグリット」「マグリット」のああいう作品になるまでにいろんな道があって「ザ・マグリット」っていうのに確立するまでもう割とふわ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 しますね、うん、迷うんですよ。そそののの辺とところも結構よくてダリなんかは割とその 俺はこれだって、決めるの早いんだけど。そうではなかったっていう。ことなんですよね。はい、そんな感じで。はい。はい。ということで、ええ、今日最終の。美術館マグリットスペシャルでございます。ちょっと後半ね、あのゲストの方も含めて。はい。わーわーやりたいと思います。わあわあやっていくんですが、来週の山田理事のヤングサンデーは。あなたなら、どうする選手権。はい。 <laughs> えー、いろんな人生にはシチュエーションがねございます。あのー、なんていうかいいのかなおかずから先に食べようか味噌汁からいこうかみたいなことから。はいはい。<laughs> どんなの <laughs> うん。就職しようかそれとももうちょっとそのねあの遊ぼうかとかね、はい、いろんな選択肢がありますんで、えー、あなたならこういうシチュエーションどうしますかっていうのをまあ えー、みんななでワイワイイやりたいなと思ってます正解なんてないんだけど正解があるとするならばこの場合どういうふうなのが正解なのか、うん、っていう話をしたいですね。いわゆるあのクイズ大会の違うバージョンです。 <laughs> <laughs> どうしてもクイズみたいなのがやりたくて私が昔やったねちょっとね今月か,かなり重たいのをボン,ボンボンってやっちゃったので来週はくだらもうあとまあこの1週間あ新ウルトラマン」界は6月の4日でございます,日すヤンさんの「新ウルトラマン」は6月の4日でございます、はい、これもうゲスト発表しちゃうはい、はい、えー、四,国 <laughs> 四国のすごい人が来ます 四国からの資格がはいはいすごいですはいズームでもいいですよって言ったのにいますどうしてもねレイさんと語り合いたいどんな怪獣のことも知ってますはいはいもうわかりますもう分かっちゃったよ言わへん意味ということでまあそれはシンウルトラマンが六月四日なので来週のヤンさんのに皆様のお便りをお待ちしておりますメールでこんなシチュエーションならどうするというシチュエーションを我々にぶつけてみてください よろしくお願いします。ワイワイやろうと思ってます。そしてもう一つ重大発表がございます。先週。すんげえ勢いで忘れてました。第六回ヤンさん主題歌決定戦のテーマ発表は。来週まとめてやります。すみません。すみません。お待たせいたしております。すま本当に申し訳ないです。今回ちょっとテーマ選びにね、皆さんちょっとね、宿泊してますんで、ちょっとお待ちください。来週ぜひぜひ、よろしくお願いします。 で来月再来月とねアコ先生呼んだりとかいろいろな計画をやっておりますのでよろしくお願いします。そんんな感じで何か王子さんありますかえっと特に近々でお知らせはないんですけどまあえー、っとこういった冊子を作ってあのイベントに出たりしているのでツイッターの方にあの通販のリンクもあるのであの欲しい方はそういうとこチェックしていただけたらなと。であとまだ詳しいことは言えないんですけど。 えー、今年の末から来年の春にかけてどっかでえっ、ー、とーお絵かきのハウトゥー本を、えー、出す予定で今執筆しております。<ー>なのでえっ、ー、とー興味ある方はツイッターなどフォローしていただけるとそ,そちらであのー、情報をあのー、開示できるようになったらちょっとずつ出していく予定なので<ー>、えー、よろしくお願いします。お久しぶりのオズ先生のね。絵画教師ですね。はい。 私も出演作の告知とかツイッターでやっているので「鏡がみと検索していただければ <あっ S 2> その都度更新していくので,、はい、で主に大人向けの作品なのでちょっと注意しながら18歳以下はちょっと注意しながら最近ナレーションの仕事も少しずつさせていただいておりますでい,いです、ね、ツイッターをチェックしてください。鏡玲でした <laughs> ありがとうございます。ということで、えーはい、後半マグリット界、はい、よりエンジンを孵化して、はい、えー、行きましょうこれってもしかしたらいろんな社会の制約で外に出れなくって外には水平線と自由が見えてたのに出れなくなったりこれはだから肥大した何かにも見えるし。流れを知ると このリンゴで顔が見えないい男っていう意味でこれはなかなか深い読みができていろいろと面白いですその中で、ね、彼はどういう作品描こうかっていうふうに決意したかっていうと、まあ、地獄の中で明るくいくっつってなんと印象派によっていくというねだからルノワールになっていくっていう。